ニコライ・ニコライビィチ・ボルジュジャは、ロシアの政治家。国境警備部門、治安部門出身の白引きで、ロシア安全保障会議初期、大統領府長官を歴任した。大将、1949年をリョールに生まれる。1972年、戦略ロケット軍ペルミコートを指揮技術学校を卒業する。1975年から、ソ連国家保安委員会に入り、 1976年、高等軍事防御用過程を終了。以後、主に国境警備部門や治安機関で勤務する。1991年5月、ボリスエリツィの下で、ロシア連邦大統領付属連邦政府通信、情報局兵員業務局第一副局長となる。1992年、ロシア国境軍副司令官。1995年、連邦国境長時間を経て、 1998年1月、FPS 長官兼国境軍総司令官に就任する。同年3月、ロシア安保会議のメンバーに選出され、同年9月14日、安保会議初期に任命された。さらに、同年12月7日、大統領府長官となる。1999年3月に退役。1999年4月に、 国家完全委員会議長に任命されるが5月に辞表提出。同年8月、中電マーク大使に任命される。2003年4月28日、独立国家共同体の安全保障組織である独立国家共同体集団安全保障条約機構事務局長に就任。最大、息子は将校。歴史書とバレーボールが趣味。2005年、 ロシア有機勲章及び友好勲章を受章。ありがとうございます。